はいどうも、メンタスコーヤとナダルモノでございます。本日もね、12球団のね、ドラフト分析の動画撮っていこうかなと思います。本日はね、オリックス編となっております。まあ、あくまでね、素人から見た目線ということなので、こんなね、見方もあるんだとね、思っていただいたり、何も知らない人向けのね、動画となっておりますので、まあ、当たり前の情報というものもね、出てくるかもしれないんですけども、そこのところはね、ご了承いただければな、というのはね、思っております。文字ね、画像でのね、ご説明ということになりますので、概要欄にね、選手動画のね、リンクの方をね貼っておきますので、そちらの方もね、合わせてみていただければなというのはね、思っております。まあ、私はね、あくまで DeNA ファンということですので、オリックスファンの方でしかね、わからないことなどもね、あるかなというのは思いますので、まあね、オリックスファンのことね、いましたら、ご意見やね、ご感想というものをね、コメント欄でね、していただければなというのはね、思っております。はい、それではね、早速ですが、お話はこのぐらいにして、全体のね、指名の方から見ていきましょう。はい、全体のね、指名の方は、こんな感じとなっております。はい、そうですね、もう今回のね、ドラフト分析の動画なんですけども、ちょっと育成指名の方はね、ちょっとね、割愛の方をねさせていただいて、本指名の方だけねちょっとご紹介の方をねしていこうかなというのはね思います。はい、ドラフト1位でね獲得した選手は、宮城大弥選手ですね。オリックスは最初ね石川選手に行って、その後に、川野選手に行って、まあ外れ外れという形で、宮城選手を、まあ、取ったという形になりました。で2位はね紅林選手、3位はね村岸選手、4位はね、前選手、5位はね、勝又選手を獲得したという形になりました。まあそうですね、1位から5位を滅びまして、まあ素材がいいね、高校生のね、選手を3人獲得して、即戦力ピッチャーである、選手を1人獲得した。そして、内野手、主にね、サードというのがね、今オリックス非常に課題となっていきますので、そのサードでね、非常に打てる選手というものを獲得したということで、非常にね、なんか、好感が持てると言いますか、個人的にね、かなり好きな、ドラフトとなったかなというのはね、考えています。まあ一つね、疑問を挙げるのであれば、今ね、オリックスはね、保守という点が非常にね、課題ということになっていますので、まあ今年ね、シーズン途中で、松井正人選手をトレードで獲得したんですけども、まあ補修の数もね、全体的に足りないということで、まあ、育成指名ではね、高卒の補修というものを1人獲得したんですけども、今回ね、本指名で、海野選手や軍師選手を取れたにもかかわらず、まあ、獲得しなかったということは、まあ、頓宮選手もね、保守に再コンバートしたんですけども、その頓宮選手のね、ある程度目処が立っているということなのか、まあ、戦力外にね、あった島選手を獲得するのかなというのはね、思っております。ちょっとね、ここね、オリックスファンの方ね、できればね、意見というのをね、くれたら嬉しいかなというのはね、思っております。はい、それではね、順番に1位のね、宮城選手から、見ていきたいなと思います。はい、1位のね、宮城大弥選手、江南のね、サウスポーのピッチャーです。172cm ね、78kg、マックスね、サウスポーに関わらずね、149kg出るというね、もう素晴らしい、ピッチャーだと思います。まあ、現段階のね、完成度で言えばね、もう高卒ナンバーワンもサウスポーとってもね、いいんじゃないかなというのはね、考えております。まあ、1次元時はね、打たして取るというタイプの、ピッチャーなんだったんですけども、まあ、徐々にね、スピードというものが上がっていきまして、もう3年時にはね、もうバンバンね、ストレート取ってといいますか、もう三振をね、取れるようなね、ピッチャーになったかなっていうのはね、考えております。で、スライダーでね、チェンジアップでね、主にね、三振を決め球としてね、取っていきます。まあ、最初にもね、言ったんですけどもね、高校生にもかかわらず、非常にね、完成度がね、高いピッチャーなんじゃないかなというのをね、思っていまして、マウンド度胸という点もね、非常にね、素晴らしいですし、総合的にね、レベルの高いね、ピッチャーなんじゃないかなというのはね、思います。まあ、ネックとしてなんですけどもね、最初に言った通り、まあ、172センチとね、身長はね、あまり高くないですので、まあ、そこのところはね、少し懸念点かなっていうのは思うんですけども、まあ、オリックスはね、非常に、高卒ピッチャーといいますか、ピッチャーの育成にね、非常に自信がある、球団ですので、早いうちからね、もう早くてね、もう2年目の、後半戦あたりからね、全然一軍で出てくるんじゃないかなっていうのはね、私は考えております。投げ方もね、松井裕樹選手に似ている感じもしますし、まあ、先発で行くのか中継ぎで行くのかね、オリックス曰く、最初は中継ぎで行って先発で行くみたいなね、話を聞いたんですけども、まあ、山本由伸選手みたいな感じでね、2年目ぐらいからいきなり中継ぎで出て、先発にね、帰って、エースをね、掴んでほしいですね。はい、続きましてね、2位で指名した
した選手なんですけども、紅林ね、幸太郎選手です。駿河ね、総合高校のね、右投げ、186cm ね、81kg とね、非常にね、がたいがいい選手です。まあ非常にね、もうスケールがね、大きいね、大型のショートかなっていうのをね、思っていまして、まあ、DeNA がね、ドラフト1位でね、指名しました。まあ森選手とね、並んでね、まあ高卒ね、ナンバーワンショットといってもいいぐらいのね、スケールの大きさかなというのはね、思います。まあ他のね、高卒のショートというものは、いい選手がね、今年はたくさんいたんですけども、まあそのショートたちとね、別格と言ってもいいぐらいの、高卒ね、40本のね、ホームランを打っていますし、パワーと言いますかね、打撃力だけで、まあもうショートの中でもね、ナンバーワンクラスなんじゃないかなというのはね、考えております。ほんで50メートルね、6.2 秒、遠投100メートルとね、身体能力という点でもね、非常に高い選手ですし、フィジカル面もね、素晴らしいかなというのはね、思っております。まあ、紅林選手ね、ショートの選手なんですけども、まあ、ショートで言ってもね、かなりね、もうフィールディングもね、送球も、先ほど言った通り、肩という点でもね、非常に素晴らしいんですけども、まあ、去年ね、オリックスは、まあ、太田選手をね、ショートでドラフト1で指名いたしまして、まあ、リホ選手もね、かなりいい感じですので、2軍ではね、サードでね、育てるのかなというのはね、思っているんですけども、ここばっかりはね、どうなるかわかりませんので、少しね、オリックスファンの方がね、意見くれたらなというのはね、思っております。次ね、3位で指名した選手なんですけども、村西ね、陽太選手です。近代のね、右腕のピッチャーでして、174センチ、72キロ、マックスね、152キロをね、超えるピッチャーです。もうこの選手ね、もう個人的にね、かなり好きな選手でして、150キロをね、超えるね、スリークォーター気味のね、スリークォーターのね、右腕のピッチャーですね。まあ、タイプ的に言ったらね、昔ジャクルトにいたイム・チャイオンみたいなね、選手になるんじゃないかなっていうのはね、思います。まあ、修正能力とね、脱三振能力がね、非常に高い、投手でして、まあ、鋭くね、縦にね、落ちるスピリットというものが、武器の投手です。もともとね、リリーフだったんですけども、まあ、4年次からね、先発に、転向したということなんですけども、まあ、個人的にはね、まあ、先発ではなくてね、リリーフ武器の、ピッチャーなんじゃないかなっていうのはね、考えております。まあ、1年目からね、40試合ぐらいでね、投げることができる、即戦力のね、中継ぎのね、投手なんじゃないかなっていうのはね、僕は考えております。はい、続きましてね、4位で指名した選手なんですけども、前唯人選手です。投手ね、津田学園の、右腕のピッチャーです。182cm で、ね、89kg、マックスね、152kg をね、超えていくというピッチャーです。140kg ね、後半のストレートでね、空振りをね、取っていくということが、魅力の、ピッチャーです。こういう選手はね、制球が悪くなるということがね、多いんですけども、見た感じではね、力んだ時でも悪くなっているという印象はないですし、まあ、制球力もね、非常に高いピッチャーなんじゃないかなというのはね、思います。結果的にはね、スライダーやね、カーブを持っていて、緩急をね、つけるというピッチングもできるんですけども、あとはね、自分のね、持ち味となるね、変化球を身につけて、磨いていけばね、プロでもね、かなり時間はかかるかなというのは思うんですけども、まあ、素晴らしいね、投手、エースになれるね、素材を持っているかなというのはね、思います。はい、次ね、5位の選手なんですけども、勝又選手です。国際武道大のね、内野手で、右投げ、左打ち、180cm、80kg のバッターです。まあ、勝又選手ね、もう最初は2位ぐらいでね、指名されるかなというのは思うんですけども、まあ、5位指名ということで、非常に評価が下がりましたね。高校生の時からね、U18 にも選出されたバッターでして、非常にね、有名な選手でした。打撃力という点ではね、今年のドラフトでも、軍の脱いでのね、才能というものを持っているかなというのはね、考えております。あとはね、右手のね、骨折という点の影響がどう出るかという点と、まあ、サードのね、守備というものが少し不安かなというのは思いますので、そこがちょっと懸念点かなというような感じているんですけども、まあ、パリーグということで、打撃をね、極めていけば、最悪ね、DH の出場ということも、できるかなというのは思いますので、そこまでね、心配するという点はないかなというのはね、考えております。まあ、典型的にはね、回のね、打撃枠特化という感じの選手ですね。非常にね、楽しみな選手の一人です。はい、こんな感じでね、1位から5位までね、かなりね、いい感じのね、オリックスはドラフトになったんじゃないかなというのは思います。育成にね、これにプラスアルファとして8名の選手をね、獲得させたということで、ね、今回はね、育成の選手をね、紹介することができなかったんですけど、まあ、そこのところね、申し訳ございません。はい、今日はこんな感じでね、終わっていこうかなと思います。明日はね、中日編ということで、ぜひ見てください。はい、ここまでね、ご視聴ありがとうございました。よければね、チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。いつもこんな感じで撮っておりますので、また見てください。それではね、お疲れ様でした。それでは、バイバイ。
力を求める限りで、幾多の困難乗り越え、全然人の境地、たどり着く男の名は、まさたか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 。